おはようございます。チレと申しまーす。モノクロの記憶実況プレイ始めていきたいと思います。こちらのゲームはですね、いろいろ書いてありましたね。本当に要素が。こんな方におすすめ。なんかホラーして。でも実況系とかマジ無理だわ。ちょっぴり声がずるいわ。てか、あまりゲームに時間割きがないんだよな。恋愛最近恋愛要素のあるゲームの試食でたまらんわ。俺の右手がうずくみたいなセリフに好感が持てる。ということで、そんな感じのキャッチコピーから始まりました。このゲームです。すべてに当てはまる僕はね、これをやらざるを得ないということで、やってみたいと思います。よろしくお願いします。最近、よく、夢を見る。私がまだ、幼かった頃の夢。男の子と、一緒にいる夢。あ、モザイクかかってる。でもあなたの顔はモザイクかかったね。いつも見えない。ねえ、あなたは一体、誰？おう、うん、ミヤ。またあの夢。おー、なんすかどんどんじゃないんですよ。なんすかその声は、バレン。そうそう、俺詐欺みたいになってる。これ、今朝のニュース紙持ってきたから、ポスト入れとくぜ。ありがとう。さて、そろそろ起きなくちゃ。で、これで動けるわけね。セーブないんだ。今度整理しなきゃね。細かい。すごい。細かい。こういうところにもさ、調べたらさ、イベントあんの？すごいな。細かいな。今回はね、読み物とかではなく、探索型アドベンチャーということなんで、まあ、好きに動けてね、好きに調べることができます。ただ、セーブはないんだね。このゲームに珍しいな。本とかも読める？特に気になるものはないって言われるんだ。なるほどね。この広げてある本は？お母さんが買ってくれたんだっけ？生活、ちゃんと火が消えてるわね。いや、いいね。生活感があって、素晴らしい。素晴らしいっすね。ちょっとキャンセル音が気になるぐらいです。せいぜい言うなら。最近のニュースは、はい。いいね。ちゃんと、そういう、さあ、広げるものあるんだ。引き続き、北の館に用心せよ。村の北にひっそりとつ、無人の館。そこは皆から、北の館と呼ばれている。ちょっとなんかごめん。ちょっと待ってごめん。某ブルーベリーの、巨人の感じになっちゃったわ。無人のはずなのに、夜中に人の声が聞こえたり、誰かがいる気配がしたりと、最近噂になりつつ館である。果たして何者かが潜んでいるのか。悪人の住処となり果てたのか。それとも、近隣の者たちは念のため近づかないよう心がけるべし。あの館確かに不気味だわ。なんだか寒いわ。近づかない方が良さそうね。魔術の秘密にズームイン古いんだよ、ズームイン。古いゲームだよ。このゲームね、作れたの2013年ですからね。このフリーゲーム。ズームインときたか。この世界には我々一般の人間とは違う魔力を持った魔術師が存在していることはもうご存知のことだろう。彼女らは、その魔力を使い、常に我々の生活を支えてくれる、ヒーラーが例として挙げられる。我々は、以前、魔術師の封印系統の術は、13年で効果をなく失い始めるという発表をしたばかりである。しかし、最近になって、その魔力を利用すれば、とんでもないことが実現できるのではないかという、推論が浮上し始めた。例えば、年を取らなくなるということである。子供は、常に子供も生きるということはもしかすると可能なのでは。不老不死みたいになっちゃってるよ。あるいは、姿と形を変えたり、性別を変えたりすることもできるのかもしれない。実に興味深いものがある。それは、それでちょっと怖いわね。性別変えるまで行くとちょっと怖いわね。家族の愛の形、救われた少女。先日、余命を宣告された少女が奇跡的に回復したというニュースが入ってきた。少女を担当していた医師も原因は全く不明と述べている。回復した少女はいつもお母さんの声が聞こえたと話しており、我々は家族の絆という力を認めざるを得ないのだろう。家族、お母さんか。お母さんが亡くなったのは私が4歳の時だったから、もうすぐ13年も経つのか。17歳だね、ミヤは。うん。そうだ。今日はバレンのお父さんがやってくるお店の特売日だ。たまにはたくさん買わないとね。で、外に出れる感じだね、きっと。はい、外に出る。おー！今回は、すごいね。広大な街だね。蝶とかが浮いてるよ。おお！あ、蝶とかもこう、グラフィックになってんだ。へえ、ちょっと、このカエルとか良くない？ほら。ちょ、待って。作り込んであるめっちゃ。どこかの MV ではね、恐ろしいものを見ちまったんだけど。これはすごいぞ。ちょっとテンション上がるな。こんにちは。村のお姉さん。あ、ミヤじゃない。おはよう。調子はどう？あー、なるほどね。あー、こうやって扉に入るんだ。頭ぶつかってたけど、今頭ぶつかったけど。お！ここか！お、ミヤ、来てくれたのか。店っぽいね、確かに。おはよう、バレン。特売日って言うから、来ちゃった。そうか。わざわざありがとな。バレンっていうのが、さっきさ、ニュース C 入れてくれた人だよね。おい、バレン。いくらミヤちゃんが来たからって、お客さんほっとくの感心しねえな。わかってるって、親父はいちいちうるさいんだよ。ミヤ、悪いけど、今、接客中だから、また後でな。うん。お父さんの仕事の手伝い頑張ってね。あ、ゆっくり見ていってくれよな。さてと、何を買おうかな。これは、調べればいいのかい？とりあえず。武器や盾がある。何？武力が一応存在する世界線かい？これは。ああ。あ、ミヤお姉ちゃんだ。おはよう。今日はお使いかな？違うよ。私、ミヤお姉ちゃんに会いに来たの。え、私に？うん。バレンお兄ちゃんに聞いたら、今日は特売の日だからここに来るかもしれないと教えてくれたの。同じようなこと考えてんだな。だからここで待ってたの。偉い？そっか。待っててくれたんだ。ありがとね。偉い。それで私に何かご用？うん。はい、これ。ポピーの花。うん。ミヤお姉ちゃん、お花好きだったよね。ミヤお姉ちゃん、記憶喪失っていうのになっちゃったんでしょ？なんか、冒頭でも書いてあったように、子供の時の記憶がないんだっけね。お父さんが言ってたの。昔の記憶は、好きなものを見ると戻るんだって。そのためにわざわざ。うん。ありがとう、すごく嬉しい。ガチャンって。このガチャンの音がでかいんだよな、ちょっと。記憶喪失って言ったら大したことねえって。バレン。だってそうだろ？記憶がないって言っても、お前がひどい熱で寝込んでたあたりの記憶は曖昧なだけだから。この村のことや俺たちのことを忘れたわけじゃない。あ、なるほどね。それに、その後すぐお前のお袋さんが亡くなっちまったんだ。精神的に参っちまったんだろ。その頃の記憶がなくなっても仕方ない話さ。ごめんね、心配かけちゃって。別にいいって。それでもお前なんか元気ないんじゃないか？え、そうかな？ミヤお姉ちゃんどこか痛いの？大丈夫よ。心配してくれてありがとね。ポピーの花すごく嬉しい。大事にさせてもらうね。うん、それじゃあミヤお姉ちゃんまたね。あんま無理すんなよ。何かあったら俺に言えよな。うん、ありがとう。リンゴとトウモロコシ。え、もらっていいの？いいって。いつもミヤにはお世話になってるし。何の世話してるんだろう。リンゴとトウモロコシですか？僕、リンゴとパイナップルがいいっす。アップルとパイナップルがいいんですけど、ダメですかね。トウモロコシか。もらってんのかな、もしかして。あー、そういうわけじゃない、さすがに。わー、結構うるさい。結構SE が、SE が耳に来る。牛ウケるなぁ。牛にも話せるんだ。面白いな。あ、何？あ、いた！わあ！あ、子供かごめんなさい。大丈夫？ちょっと子供のグラにしてはちょっとでかいな。うん、平気よ。ごめんね、よそ見してて。あれ君どこからえ近い。なるほどね。さっきから一体何をおーいミヤー親父がこれを持ってけってさバレンまたね、ミヤちゃん。名前知ってるあ、いないうまいこと作ってあるな、画面の異様。あれ走ってきた。たく、親父もほんと一つが荒いよなーって。あれどうかしのか、ミヤ。今、子供というにはちょっと大きかったけど、大きな子供だったね。うん、なんでもないの。それをわざわざ持ってきてくれてありがとう。バレンとミヤがいい関係だね。それからは、普段と何ら変わりない時間を過ごした。バレンのお父さんとお母さんからもらった食材で料理を作ったり、子供たちと遊んだり。でも、どこかで警鐘が鳴ってたんだと思う。私の頭の中から、あの男のものが消えることはなかった。何アイキャッチ何びっくりするから。何どうしてだろうこんな時間なのに眠れないので、アイキャッチ入った後にゴーンゴーンじゃないんだよ。びっくりしたわ。それにあの男の子、私どっかで。頭が。あまたこの夢どうしてでも服は似てるんだよね。あなたの顔がわからないの服は似てんだよな、さっきの人と。なんで顔が一体これは何なのどうして子供の頃私がいるのに私はこの光景を覚えてないのやっぱり、私の忘れてる記憶なのかなこの光景は、私がひどい病気にかかった時に、治してもらったとかそれとも、母を失ったショックで失った記憶思い出したいのに、思い出さなきゃいけない気がするのに。少し落ち着けなきゃ。外の空気を吸いに行こうかな。北に行くので、北のとこに行くのかまさか。ああ、そっか、セーブないんだった。ついセーブしたくなっちゃって B 押しちゃうな。ああ、いる北行ったー。あれ、あの子はどうしてこの子はそれもこんな夜中にましてやこの先は北の館。そういう風になっちゃうか。こんな夜分に失礼だわ。うさぎは心配そうな目でこちらを見ている。セーブここうさぎがセーブポイントまさかの。うさぎセーブポイントか。覚えとくわ。小さくてちょっとわかんなかったけど、うさぎがセーブポイントみたいですね。へえ、動物にも話しかけとくもんだな。鶏にも話しかけときゃよかった。こんな夜分に失礼だわ。うわBGM が恐ろしくなってきましたね。BGM はおどろおどろしい BGM だね。やぶんだからさ、引き止める人もいないんだ、北の館に。なに同じマップが続いてるぞ。看板が。おかしいな。どこにも見当たらない。この先は一本道なんか行き違いになるはずないのに。ね、行き違いにはならないね。この先は北の館だわ。もしかしてあの子、北の館だって知らずに入っちゃったんじゃ。いや、絶対導かれてるんだな。さすがに一人で、そうだね。いいじゃん、よかった。バレンに一緒に来てくれて頼んでみようかな。なんやキャッ早く無駄に戻ろう。これ何文字が消えかけて読めないわ。行けダメか。何回か行ったら行くとかないよね。じゃあ戻れということだよね。素直に。素直に戻れるかな村まで戻れるかなあれなんだあれてかさ、あれ森じゃなくなってない？森じゃないよ、ここ。あれ？迷いの森みたいになってる。だってもう、何回行き来したの？変だな。そろそろ村が見ても、そうだよ。周りの木枯れてるぞ。景色が変わってるような。そうだよ。で、さっきなんか、ひゅいって出てきた、あれは誰？あ！あれ？急に空気が冷たくなった。え？血だ！血の手だ！おー！うおー！なんやいやだわ。確かに。あー、また戻ってきちゃった、ここに。しかも、看板も。もうわけわかんない。私どうしたらいいの？村には帰れない。それならこの先に行くしかない。でもこの先は、誰かに頼ってばっかじゃダメだよね。ええー。あれ？動物がいる。安心させる黒猫。黒猫絵になったよ。魔女の館みたいになっちゃったよ。ワンチャン戻れない？ワンチャンさ、こっちには行かない方がいいわよね。さっきの怪物のせいか。黒猫がいる。動物がいるんだね。どっかに。それがセーブポイントってことか。来たー。ここは北の館？やっぱり気味が悪いわ。なんか後ろにいたぞ、今。なんかいた。今ちょっと気のせいじゃないよ。今なんかいたよ。あの子。本当にこの中にいるのかな？あー、来た！ SE が結構でかいな。うわ、扉が勝手に開いた。入れって言ってんだ。うん。おったよ、来ないみたい。いや、北の館、動物もおるけど。思わず中に入っちゃったけど、やっぱり不気味なところだわ。それになんだか寒いわ。外に出たいけど、またあの幽霊みたいなのいるかもしれないし。閉まっちゃうんだよね、多分。そう、絶対閉まるんだのよ。こういうのはね、すぐ閉まっちゃうんだよね。嘘、閉じ込められた？誰かいませんか？どうしよう。別のどっかから出られないかな。窓から出るか。さあ、こっからが本番って感じだな。カラスが勇気づけるカラス。4つまでしかセーブできねえのか。なんだこれ。気のせいかって言ってる皿の破片とかで行くんかな。さあ、とりあえず、ここからが本当の始まりみたいな感じですね。これ気になりますね。この影。調べられたりはしないのか、この影。影が歩いてるけど。うわー。ずいぶんホラーな感じに作ってあるね。あ！水の入ってる桶だわ。持っていく。調べたら血が。なるほどね。汚れていてほとんど読めない。細かいなぁ。じゃあ探索してくか。お！いいねー。血の描写が出てくると。SE が結構うるさいのはもしかしてそのためかな？はい。これは、本に挟むしおりだよね。なんだ？ビジムがヘッドアウトした。また！あ！顔が出てる！いよいよ顔が、一体、どこにあるんだろう。顔が出てるじゃん。早く見つけて帰らなきゃ。あ、しかも顔が出てきたよ。いよいよ。今のは、やっぱりあの子ここに来てたんだわ。あの幽霊みたいなのを襲った時に、これ落としていったのね。なんだろう。あの男の子を見てると、すごく懐かしい気持ちになる。うまく表現できないけど、あの子、私にとってとても大切な。ダメだ、わからない。でも助けなきゃって、守らなきゃって強く感じる。もしかして私とあの子は昔に出会ってんのかな？顔が出てきたからね。そうだと思うんだけど。クローバーのしおりを拾った。しおりを集めていくって感じだな。あ！キャッ！謎の男！どうしてここにいるんだ？ね！ここに来ていてはいけない。早くここを出るんだ！そうだね。でも出口が。もうそこまで回復したのか。俺がなんとか道を作る。だからここ早くここを去れ！ダメです。ここに知り合いがいるんです。いいから俺の言うことを聞け！いえ、まだ帰れません！くそ！謎の男。え、どこここ？思わずあんな生意気なこと言っちゃった。どこだよ、ここは。幽霊じゃなかったよね。まあ、幽霊みたいなローブを着てたけどね。でも、この館に、中にいる人だもの。信用なんかできないわ。もしかしたら、人の皮をかぶった何かかもしれない。確かに。で、ここはどこだ？あの子大丈夫かな？そうだね。特別な思いがあるってことだね。あの子を見るたびに懐かしく感じるのも、あの子を守らなきゃって感じるのも、この館の中にはあの子はいる。だから私一人帰るわけにはいかないの。強い意志を持った少女だな、随分。で、ここはどこだい？ここに、地は？あ、行けるようになってるね。謎の男さんがいないようになってる。調べてみるか。おお！調べたら鏡が、血がいっぱい出てくるな、とりあえず。とりあえず血いっぱいつくな。調べるたびに血で汚れてくな。こっち行くと、ドクロの柱とかあんじゃん。女神。二人で一人と化す。悪しき竜を捕らえるための生贄を選べ。え？おお！いっぱい肖像画がある。黒色の髪の男性ら緑色の玉を持っている。はあ。黄色の玉を持っている。黒色。金色の髪、紫色。なんか覚えないといけないのか、これ。全部。謎と危険になってきたね。アドベンチャーだからね。赤の宝石が埋め込まれている。はい。竜の額に何かをはめるくぼみがある。青の宝石が埋め込まれている。なるほど。悪しき竜を取るために生贄を選べってことは、簡単に言えば赤と青でいいのかな。はい。ああ、赤の玉を戻しますかって出るんだ。え？他の色の玉を取ったためか玉が外れない。じゃあ赤色の玉をはめてみる。